みんな静かにしなさい。喧嘩しない喧嘩しない。次男坊はうちで引き取る。三女はうちで。わしが働く。わしが稼いで兄弟を守るんじゃ。
俺のところに来い。あなたのところに行ったら弟や妹とまた一緒に暮らせるようになる。大事なものを守れる強さをお前に与えてやろう。もっと強くなりて、弟や妹を守れるように。あなたが葛城さんですか？ああ、そうだぜ。何ですか？その妙な手つきは。そんなもん決まってるだろ。セクハラだよ。あんたにはどんなセクハラがいいかな？考えただけでもワクワクしてくるぜ。葛城さん、あなたは誰にでもセクハラをするのですか？愚問だね。触らぬ父に価値はなしって言うだろ。はしたない。え？はしたないと言っとんじゃん。うんどらセクハラなんだと思ってるんじゃん。いいですか？よく聞きなさい。セクハラの使い道はこの世に2つだけです。一つは忍びの武器として、もう一つは一生添い遂げる殿方のため。セクハラとは軽々しく行うものではありません。いや、そのなんだ、真面目だな。葛城さんが不真面目なだけです。さあ、その少年わしが叩き直してあげます。任務開始。舞い忍びます。いっ、鎮魂の夢に舞い散る。もらった。くだせよ。もらった。なんの。えい、
ヨガ。プロ遺伝人法。リードを渡したる。地獄極楽マジケン。実践シュート。偽花忍び転身。負けた負けた。当選の結果です。あんた強いな。久しぶりに楽しめたよ。戦いを楽しむ？どこまであなたは快楽至上主義なのですか？快楽至上主義？不純じゃ、不愉快じゃ、不潔じゃ。そうは言われてもな、これがあたいの性分だし。あなたの性根を叩き直すのは簡単ではなさそうです。もっと長期的な指導が必要ですね。長期的ですので、今日はここまでにしておきます。次に会うときはもっと厳しく指導します。それまでせいぜい精神修行をしておいてください。こんなところじゃろう。また強くなったようです。新しい技を思いついたんじゃ。